私は高校生ぐらいからかな、アタック世代、アタック出たぐらい、ダンスアタック出たぐらいの時からずっと知ってて、その時からバリバリモンスターやったんやけど、今東京に住んでて、あんまりストリート の, あのダンスシーンにあんまり出てこないやけど、ちょっと今回電話してくどいて本人はあんまりそこに行ってないからちょっと不安みたいな、なんか大丈夫かなみたいなことも言われて、大丈夫って言ってで、来てくれることになりました。はい、誰だ。ひろのり福住さんです。ほんと今回、ワークショップしてくれますね。やば、27日の前日26日にアッシュの18時から19時半までで、スタジオアッシュですね、はい、のスタジオアッシュにてワークショップを開催いたします。料金2500円で第一スタジオ、はい、詳しくは受付予約がいるのかな、はい、あのアッシュの、はい、概要欄に、概要欄のっけらがね、じゃあ概要欄にね、あの、アッシュのホームページからチェックしてください。なるほどです。これもやばいと思うので、ぜひぜひちょっと、あの、もう一生受けれないかもしれません。あ、そうなんだ。そうなんだ。めっちゃ来てもらおうや、ほんと大阪に。ラストチャンスかもしれない。で、あと、バトル、やけどバトルっぽくなく、そしてめっちゃ多分、シェアできる。感じのバトルなので、だからベスト8からは2王になって1人1回出て、2人で1分1分最後の1チーム 3回ある感じで流すので、いつもこの2人で1分がすごく面白い。生まれる、めっちゃ生まれてるが、初めて会ってよ、あのようこそじゃないわ、どうもこんにちはっていう人でも、なんかすごいやっぱりみんな予選勝ち上がってる人はそれなりにもうこう対応力が柔軟すごいので、噛み合わせ具合がすごいなんか生まれてる、だいぶ生まれてるから、福井ちゃんだから今回めっちゃ見てほしいぞ。私も出ます。あ、声が戻ってきゃ大丈夫。キャラクターが迷ってるバトル出る
りました。イエーイ。これが、なんつってたっけこれ、ネクライズムかっていう名前で、ウブのどんこどんキラリちゃん、キラリちゃんっていう子がデザインして作ってくれました。全然3人の色とかなんかテイストが全然違うので、めっちゃ私は見てていつも面白い。で今回その1回目の時に使った巨大かぼちゃのなんかオブジェみたいなのがあって、だから2人ぐらいかぼちゃの中に入れて写真撮れるっていう映えスポットも今回あります。なのでハッシュタグウブイベル。そうなん、注意事項があって何点か。前回も一緒だったんですけど、再入場ができるんですけど、500円、ハンドリンク分かかります。で、あと持ち込みはなしで。で、前回2人出たんですけど、会場の外での、寝泊まりは禁止でお願いします。前回名古屋から、そう、絶対ダメ。前回名古屋から来てた人が2人寝てたらしく、ちょっとご近所の迷惑もなるので、このよくいい感じにバシバシ飲んでいただけたらと思います。はい、1ヶ月切りましたので、バトルエントリーもどしどしを、待っております。見るだけでもやばいなこれ、もうショーケースだけやばいです。ショーケースも豪華なんだな。オメガ10個ぐらいいます。どうしたのそれ。死です。すんの死だから。動画にも全部前回の動画とかもアップしてるので、はい、ぜひちょっとチャンネル登録お願いします。はい、チャンネル登録グッドボタンお願いします。みんな遊びに来てください。はい、また来週の動画でお会いいたします。来週もやんの。やらんよ。来週は誰が来るか。